こうですね。ここにメンソレータも塗ってますんでね、こういう風に綺麗に剥がれてくれます。そしたら、こちらの方を加工していきます。ニッパーでね、ちょっと余分なところを取ります。取りすぎないように注意しながら少しだけ切り取ります。で、次はヤスリをかけていきます。私はこのタイラーっていう、ヤスリをねかけるための、道具を使っています。468って書いてあるんですけど、400番600番800番の意味ですね。で、張り替えをして使ってまして、そのサイズに4と400、600、800をこうもうすでに切っておりますので、これを使ってヤスリがけしていきます。こうやって使うとツルツルになってしまいますんで、こう剥がします。剥がして取り替えるんですけど、綺麗に剥がれましたよね。これを使っています。貼って綺麗に剥がせる両面テープっていうものですね。これを使います。これをこのように貼りまして、こうすると、で、このように貼るわけですね。これでまた削っていくということをします。もうちょっと時間はかかりますけれども、ヤスリがけを400番で丁寧に施していくのが一番いいんじゃないかなと思います。ナイフとかでゴリッとやってしまうと、結構そのエポキシパテってこうごそっと剥がれてしまうので、せっかくの、この辺からスポッとね外れてしまうんですよね。パテがもう剥がれてしまうので、せっかくのね綺麗な隙間のない首を作りたいわけですからね、ちょっと時間はかかりますけど、こうやってもらった方がより綺麗に仕上がります。込み入ったところは折り曲げたねサンドペーパーを使いながらこう、削っていきます。とにかくですね、ここが辛い位置になることなんですね。ポイントがここに段差が、このここに段差がねあると、どうしてもそこに塗料が乗って分かりますんで、ここがもう辛い位置になるように、とにかく綺麗に首を伸ばす、延長するということですね。エポキシパテとプラスチックの、境目が分からなくなるまで綺麗に磨いていくと。今度は600番を使います。少しずつ番手を上げながら削るのがヤスリがけの基本と言われてますので、従いながら綺麗に削ります。800番で磨きます。円を描くようにくる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 っとやると、もうこの辺もヤスリがけの基本といいますか、同じ方向にガシガシやってるとね、必ず同じ方向しか削れないということなので、丁寧に少し回しながら削ると、はい、こんな感じですね。ちょっとねやっぱりここが見えるんですね、埋めたところがね。で、ここのこういう隙間ですね、これがナチュラルな隙間になってくれるので、これをしないとするのとでは結構やっぱり首のね、首周りのナチュラル感が違ってくるような気がします。ただちょっと首長いですね、首が上にちょっと突き上がってる感じがしますんで、もうちょっと調節しましょうか。